こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。イエーイ。今日は無課金闇属性縛り長老やっていきたいと思います。長老がですね、この前の動画で、前回の動画でブラックサンパーティーをね、お披露目したと思うんですけど、はい、いろいろ物足りないよねということで、クリスマスセリカがあれじゃないですか。ちょっと出しますね。はい、この子ですね。この子バチバチに噛み合う、相方なんか、サブなんかわかんないですけど、出てきたということで、そちらをね、狙って、今日から始まったクリスマスガチャ、引いていきたいと思います。はい、ダンジョンクリアしてきました。それでですね、ごめんなさい、ちょっとお茶飲みました。初作のクリスマスガチャ報酬2021を終わらせてきました。セリカはね、2021年から登場してきてるんで、入ってると。とりあえず回しましょうか。セリカがね、出れば、ワンチャンね、交換できるんですよ。その交換玉になるモンスター、キャラが、あと1体足りないんですよ。ハクちゃん、でもハクちゃんはね、この前の解説動画で、とりあえず、いなかったら入れとけ、みたいなキャラ、ですよね。あとね、1個ね、セリカの豪華の玉が足りないんですよ。1体だけなんですよ、足りないの。だから、このダイヤから、もしかしたら、豪華の玉が出てくるか、もうセリカ本体が出てくるか、あるんちゃう?されね、マジか。次は、またちょっと待って。完璧やん。これグリーダ欲しかったんですよ。闇属性唯一ね、闇属性で欲しいキャラがグリーダやったんで、やったやん。もうこれ交換できる。とりあえず開催記念クリスマスガチャ引いていきます。はい、こっからもね、もう一個チャレンジね、なんか暖房武器とかなるんで、来た。気持ちいいね、今日は気持ちいいね。龍騎じゃなくて龍尾や。ごめんなさい、ちょっと仮面ライダー龍騎が好きすぎて龍騎って間違っちゃいました。いや、気持ちのいい無料ガチャですね。ここはもうちょっと。3連なんや、これ。びっくりした。なんか、ワンテンポずれたから。はい。ここら辺はね、置いときましょう。出なかったか。はい。という感じでしたね。ちょっと結果見ていきましょうか。無料ガチャの結果。はい、こんな感じでしたね。はい、入手順に並べると、ハーク、ビーナス、フレイヤ、サレーネ、グリーダ、リュービー。で、ました。こんな感じですね。はい。では、もうね、魔法石、セリカ一点狙いとかで、季節ガチャだと回してらんないんで、もう団長の思いで、サレーネを、交換の玉にしていきたいと思います。まだ、ガチャあるんで、ちょっと、まだ切らないでくださいね。はい。もう、交換の玉を揃えてきました。もろもろ進化してたり、ちょっとメダルで交換できたりするキャラクター、交換してきました。はい。では、セリカさん、交換していきたいと思います。はい。準備が整いました。ゼローグとかね、育ててたんですけどね。いやー、これ秋でもね、闇属性になるし、置いときたい気持ちもあるんですが、で、サレーネももったいない気持ちもあるんですが、ちょっとね、セリカには変えられないということで、ごめんなさい。はい。はい、セリカゲットでございます。ということでですね、セリカは揃ったと。でもね、ブラックサンが1体ではちょっと心もとないなと思って、このパーティー、もう1体狙いに行きます。クリスマスガチャ初日に仮面ライダー引きます。じゃあ、ユーザー情報を見せしましょうか。購入履歴、無料配布分24個です。ちょうど4回引きますね。はい。じゃあ、ここでもね、神の引きを見せよう。
さて、次行こう。いやー、ちょっと、仮面ライダー渋いからね。よっしょ。おー、何だっけ、ゼロワン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 。ゼロワンって確か武器強いんですよね。いや、でももうこれは交換の弾に使います。はい。で、あと2回。もうワンダイヤ。もう、せめてもうワンダイヤ。お願いします。いやー、ちょっときついかなー。アマゾンね。アマゾンといえば、はい。あの、お声の綺麗な方ですね。はい。頼みます。うわー、くっそー。あー、ポッピーちゃんやったっけ？ポッピーやった。ごめんなさい。それでちょっと交換状見てみましょうか。はい。なんと、交換できちゃいます。スーパーワン、ゼロワン、コットン、モリグーがね、2体いたんで、ちょっと今戻してきたんですけど、シャドウムーンがいいのか？シャドウムーンがいいのか？いや、でもね、僕はブラックさんの方が好きなんで、ブラックさん交換したいと思います。はい。こちらですね。はい。本当に、ブラックさん。これね、ブラックさん、周回パーティーになりそうなんでね、ちょっとね、もうこのアカウントでもね、周回パーティー組みたいんですよ。いちいちパズルしてらんないんですよ。ほんま、アカウントがね、こんだけあったら。はい。ということで、いきます。いっちゃって。はい。OK。え、まだシャドウムーン交換できんの？シャドウムーンが余裕で交換できますね。どうしよう。シャドウムーンは、どうしよう。どっちがいいっすか。シャドウムーンも、いた方がいいですかね。やっぱり。シャドウムーン、どうしよう。ちょっとこれ、コメントください。あの、シャドウムーンも交換しといた方がいいよって。いう方おられましたら。今できるね、パーティーがね、あの、ちょっと組みますわ。はい、こんな感じっすね。一応ね、扇さんを、フレンド枠にするか、ちょっと、まあ、それは迷う中なんで、要迷い、検討中なんですが、そうするか、まあ、もう組めるとしたら、まあ、もうセリカはもちろんね、闇属性の方に進化させますけど、こんな感じなんで、海王はね、結構いいんですよ。その海王はね、その、両端に、闇に変えてくれるんで結構いいんで、で、超つなげしも2個持ってるしね、結構火力ソースになるんで、で、暗闇、パンドラに任しといたらいけるんで、こんな感じでもう十分かな。ちょっとね、もう一体、なんか、いいサブいたら教えてください、コメント欄で。はい。それでは、今回は、この辺で終わっておきます。はい。ちょっと、もしかしたら、いろいろ、カットはするんですけど、長くなってたら、申し訳ないです。でも、最後まで見ていただいて、ありがとうございます。じゃあ、また次回、お会いしましょう。バイバイ。あ、よければ、メンバーシップ90円で入れたりするんで、あと、生放送、ありがとうございました。最初に言うとこ忘れてた。それでは、バイバイ。